皆さん、こんにちは。LINE アットビジネス活用コンサルタント横田修林です。今日はですね、ちょっと続報ということでお話ししたいと思いますが、まずちょっとね、こちらの方をご覧いただきたいと思います。はい、LINE さんのですね、サービスの中に、LINE ログインプラットフォームというですね、まあ、要するに LINE ソーシャルログインというものについて、書いた記事が2015年の8月5日にあるんですが、実は、この中にも書いてるんですけど、実際に始まったのはですね、6月30日にですね、LINE がソーシャルログインサービスに参入ということで、書いてるものがあるんですけど、これから半年ぐらいが経ったわけなんですが、ちょっとこんな事例が出てきたので、今日は紹介したいなと思います。はい、早速導入してきたのが、ここにあります、ニコニコ動画ですね。ニコニコ動画の方で導入が、確認できましたので、ちょっと紹介したいと思うんですが、これパソコンのブラウザーの方でですね、ニコニコ動画に行って、ログインっていうところに進みますと、LINE でログインっていうものが追加になっています。Twitter、Facebook、Google Plus、あと Nintendo Network でログインっていうのも面白いですけど、これでログインできるのに LINE が追加になりましたと。で、スマホで見た場合も同様にね、この LINE でログインっていうのが追加になっているので、LINE のアカウントでね、ニコニコ動画を見れるっていう風になってるわけなんですが、あとはですね、この一番右側なんですけど、これアイコンというですね、これはブラウザーではなくて、スマホのアプリですね。スマホのアプリにおいても、Twitter と Facebook に並んで、LINE で始めるっていうことで、LINE からね、ソーシャルログインして始めれるようになったと。いうものが出てきました。ソーシャルログインっていうのは、これAPI かなが公開されているので、一般の方でも導入することができるようになったんですが、果たしてどのぐらいね、これが普及していくかというのは、ちょっと今後見物なんですね。まあ結局 LINE っていうのは5800万人というユーザー数が国内にいて、この方がスマートフォンをほぼね、スマートフォンを持っている人ほぼ全員が LINE が入った状態になっていて、でこの LINE で何かをサービスを始めるときに LINE のアカウントでログインできるっていうのは非常に楽なんですよね。で、まあ、あとはここにですね、LINE ビジネスコネクトというものと組み合わせることがもしできれば、やり取りなんかもね、いろいろできたりするので便利なので、今後ね、普及していくと思われるんですが、思ったよりね、この LINE のソーシャルログインが進んでないかなという気がしていたんですけど、ちょっとですね、見つけました。またこの辺ね、続報ありましたら、順次追加していきたいなと思っていますので、この下のリンクから行けるようにしておきますので、ご覧いただきたいなと思います。はい、ということで、Twitter、Facebook だけじゃなくて、Yahoo だけじゃなくて、LINE のソーシャルログインにもちょっと注目していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。LINE アットビジネス活用コンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。